左、ダイノキングキッズ右、ダイノキングバトルダイノキングバトルは、タイトー開発、販売のキッズメダルゲーム、もしくは、韓国の D ゲートが開発し、日本国内ではタイトーが販売していた、トレーディングカードアーケードゲームである。韓国におけるタイトルは、日本では2008年7月31日に、トレーディングカードゲーム版のサービスは終了しているが、 韓国では2012年現在でもサービスが行われている。販売時期はメダルゲーム、カードゲームともに2005年だが、メダルゲーム版の方が先に春頃に販売されている。本作は、台東が開発販売している大型メダルゲーム機、ダイノキングシリーズの派生作品である。ただし、メダルゲーム版とトレーディングカードゲーム版とは全く異なる内容であり、 名称と恐竜という共通点以外に本作とのつながりはない。人間と恐竜が戦う内容となっており、人間側が恐竜に勝利するとベッド枚数オッツ分のメダルが支払われる。オッツの高い恐竜ほど勝つのは難しい。恐竜をテーマにしたゲームであり、恐竜カードとスキルカードを組み合わせて、コンピューターや他のプレイヤーと対戦を行う。2005年夏頃、 韓国において初めて本作が発表された。その後の同年8月末頃に対等より国内での販売が行われることが発表されたが、これにより訴訟問題に発展した。2006年8月24日に任天堂 d s の移植版ダイノキングバトル太鼓からの漂流者が発売されている。カードを用いたゲームそのもののシステムやジャンケンをモチーフとした。 サンス組の戦闘はセガが開発、販売したゲーム、甲虫王者、虫キングと非常に似通っていた。また、早い段階より虫キングの後継として日本国内で発表されていたものの、虫キング人気が衰えないため稼働が見合わされていた古代王者恐竜キングはゲームシステムはもとより、恐竜というテーマに至るまで本作に告示していた。そのため、 本作の国内発表から数日後の2005年9月1日より開催され、本作と恐竜キングが共に展示されたアミューズメントマシンショーでは、セガブース内の恐竜キングの展示ブースを中心に、古代王者恐竜キングは弊社が独自に開発したものであり、ゲーム内容を模倣する行為は弊社の著作権を侵害する可能性がありますという警告文が貼り出され、さらに、 恐竜キングの稼働が急遽早められるという異例の事態となった。その後、2005年11月4日に、セガより虫キングのゲームシステムの特許を侵害しているとして、発売中止を求める仮処分申請が東京地裁に出された。この申請は、セガと対等両者の間に和解が成立したため2006年3月7日付で取り下げられ、双方のゲームが 市場に出回ることとなった。ありがとうございます。